早速ですみません。いえいえ、ワカノエルでマーリオがきついです。マーリオ、ついでに青子も追いかけるのが大変なキャラだと思ってるんですが、立ち回り次第なんでしょうか。ヒントください。ワカノエルか、ローノエルじゃない方ね。使徒ノエルで、追いかけるときか。そうだな、逆にその使徒ノエルってその逃げるのは超強いのよ。立ち回りガン強系でジャンビーがすごい長くて、相手を追い払ったり制圧するような鳩と、雨とかで牽制するっていうのがむちゃくちゃ強いキャラクターなんだけど、自分から追いかけに行くときって結構ガバガバなんですよね、あいつ。正直そんなに得意とはしてない。攻めに行くのは弱くはないんだけど、そんなに得意とはしてないで、ポイントは使徒ノエル側が、ちょっと一応ね、使徒ノエルと呼びます。ワカノエル、ローノエルの呼び方やばすぎるんで、ちょっとね、ワカノエル、ね、使徒ノエルの方ね、使徒ノエルの話をするんですけど、基本はやっぱテイダ・ジャンビーなんですよ、使徒ノエル側は。すごい雑な話で言うと、この人がもしS プラスとかのね、ランク帯であるんだったらもっと違う話になるんだけど、だったと思うんですけど、もうちょっとカジュアルな層の話をするんだったら、使徒ノエルはジャンプ B がとにかく強いから、テイクダッシュジャンプ B とかで乗っかっていくっていうプレイがすごく大事になってきます。倫理観がない。確かに倫理観がない、やばすぎるでしょ。まあ、ちょっと話すと長いんで軽く触りだけ言いますけど、その使徒ノエルが強いのってやっぱこれなんですよ。この技がすごく強くて、これとこれが強いのね、基本的に。でジャンビー何が強いかっつうと、やっぱ攻撃範囲が広いくせに、テーダーでジャンビーを振った時に一応しゃがみにギリギリ当たるぐらいで、かつ飛んでるとこうやって引っかかるわけじゃん。だからテーダージャンビージャンエってやると、こうやって隠るのよ、こういう動きが。いや、そんな知っとるわって言われたらそれで終わりなんですけど、その要するにこのテイクダッシュジャンプ B を相手がね、さばこうと思った時、これ逆にしますけど、相手がこうやって来ます、どうするみたいな。くぐれない、飛べない、まあシールドするしかないみたいな、 3C 相殺するみたいなさ。まあで青子とかって弱攻撃下に向いてるから、弱で突つこともできないわけじゃん。青子と誰だっけ、質問のやつって。青子とマーリオか。マーリオはでも落とせるな、マーリオは落とせるね、逆に。マーリオ、マリオはここが強くて、完全に読んでたらこうやって落とせるのが相当強みではあるんだけど、まあでも基本的にやっぱテーダジャンビーが限りになるんですよ。テーダジャンビーをさばこうと思った時に、一点読み立ち絵で落とせるような超人はいないので、これ反応して A で落とすの無理なんでね、さすがに。で、普通のジャンプ攻撃とかってくぐったりとかするんですけど、くぐれないと。でジャンプで逃げたいんだけど、ジャンプしても引きずり下ろされて確定をもらってしまうと。ということは、テイダジャンビーが届く前どのくらいなのっていうと、この辺からもう届いちゃうわけよ、この場合で。ここだと無理なのよ、さすがに。ここだとさすがに当たらんのよっていう感じで、使徒ノエル側はこの辺の前になった瞬間にまあ、テイクダッシュするととりあえず触れると。でただマリオ側もやっぱり、マリオとかコカキャラもそこを一番警戒するから、この前で例えば刻めとかさ、対空とかさ、その空中ガードできない技、波動とかね、
飛び防止でこういうのを置いたりとかしてくるんで、まあ、そこは読み合いになっちゃうんだけど、基本的に主導権としてはシトノイル側にある。この前はさすがに、さすがに。で対空を振ってくるんだったらこれでいいんですよ。波動打ってこうすればいいんです。ごめんなさい、こうやってこうやってこう、これ小学生連携なんですけど、シトノイルの今夜勝ちたい、これシトノイルの今夜勝ちたい小学生連携、俺がよく使うんですけど、はい確定。飛ぶとこれレンガなんで、あちょっと今ギリギリ降りれたけど、これ確定になっちゃうし、まあ、シールド取ったらそれはいいんだけど、ガードしちゃったらこれシトノイル有利だし、避けたくても避けれないしみたいな感じになるんで、一個のコツとしてはこういうのを使うのとこういくのをやっていくといいんじゃないかなと思ったりします。そんなレベルの話はしてないよって思うんだったら、もう俺が教えれることは何一つない。私が、教えることは何一つございません。はい、何かのヒントになっていたら幸いです。お便りいただきありがとうございます。